また応援よろしくお願いします。そうですね、環境は良くなったのに今回ちょっと負けてしまったんで、30秒ぐらいで、まあ、負ける相手じゃなくて、うん、なんで余計そのちょっとまだ消化できてないというか、うん、どう取り返して、まあ本当にこれから2年が本当に勝負だと思ってて、30歳までが、うん、なんでその、まあ、ちょっとショックは大きかったんですけど、うん、まあ、負けて言う言葉じゃないと思うんですけど、負ける前よりその士気は上がってるというか、うん、そういう思いはあるんで。試合に臨む前までは何点の仕上がりでした？まあ、いつも通りです。いつも通り100点ぐらい。100点というかまあ80点ぐらい。80点ぐらい。いつも80点ぐらい。試合を終えてみて、試合の結果何点ぐらいですか？この試合は、ご自身。マイナス50点ぐらいです。ですちょっと、はい。大滑りしましたね。あ、はい、そうですね。お試合が終わってからなんかこう、コーラを飲まれるのが、あいつもすごいスカッとするような。はい、でこの前のご帰省の時にお話されてましたけど、はい、いろいろ食べました。いろいろ食べたんですけど、何も美味しくなくて、はい、ちょっと最悪の気分でしたね。当日も帰省の時も、なんなら今もちょっとずっと、はい、あんまりいい気持ちには全くならないですね。今後こうやったらなんかこうスカッとするかなとかっていうのがありますか？やっぱり試合に勝つことじゃないですか。あずっとこの気持ちでもいいかなと思いますね。負けてしまった身としては、でそれで勝っていって、また自信を取り戻して勢いもゲットしてでやるしかないって、うん、それだけなんで、来週もバッシュして、うん、全然全く傷だけです、うんうん、あの帰省した時は毎回、あ、毎回はい、うん、それはまあ挨拶もだし、やっぱりちょっと初心に帰れるところもあるんで、うん、あの空間は好きですね、うん、毎回練習してるんですけど、今回だけはあの持ってきてないですね、練習は。汗かけなくてあのこれで、ね、そうかそうか、初めて持って帰らなかったです、練習道具、なんか抜歯するまではお風呂と汗ダメって思って、怪我したの何回ぐらい？いや、これは初めてです、うん、こっちは初めてで、こっちも一応切ってるんですけど、これはあの練習で、うん、ちょうど松江で切りました。高校生と一緒に練習してたら肘が刺さってパックリって、やっぱりその、まあ、結果変わらないし、そのまだまだそのモチベーションとかも落ちてないんで、もう目を直して、まあ、やるしかないですよね。今回の反省を踏まえて、まあ、いろんな人からアドバイスいただいて、変えるところもたくさんあるんで、まあ、それをやるしかないですね。まあ、会長とかに、まあ、試合後なんですけど、まあ、僕も今回、まあ、手数があんまり前半出なかったっていうのがあるんですけど、まあ、そこを増やしていこうとはなってるんですけど、ただ手数増やすだけじゃ相手にチャンス与えるだけなんで、その間を使ったりとか手を出さない手数とかちょっと難しいんですけど、そういうのとかは話しました。まあ、改善点はたくさんあります。まあ、僕も、まあ、13戦やって無敗で今のチーム来たんで、まあ、会長とかも僕のことを結構立ててくれてて、まあ、日本ばっかりで試合してても面白くないっていう感じの性格の人なんで、まあ、本当今後とかはもっと格上にどんどんやっていこう、海外でっていうのは入った時もう一回世界の選手とやりたいです。世界の選手、世界ランカーでやりたい。あ、世界ランカー、はい、第4団体どれでもいいんで、世界ランカーでやりたいです。今回負けて言うあれじゃないですか、今回みたいなのじゃなくて、もっと強いのとアメリカでやりたいな。9月15日の試合は、5回負傷判定で負けてしまったんですけど、練習しっかりして、必ずここから這い上がって、もっと世界ランカーと戦える位置まで行って必ず勝ってきます。また応援よろしくお願いします。